安倍元首相の御意志を受け継ぎ手と題しまして、前原幸寛講師による第二講話です。それでは前原講師、よろしくお願いいたします。皆様ありがとうございます <laughs>、えー。安倍元首相のあの惨劇から49日も過ぎたわけでございますけれども、日を追うごとに安倍元首相を失ったことの悲しみ、 がりりばかりでございますでそういう中で本当に私が、えー、許しがたいと思っていることは今日の報道ぶりですね安倍元首相のあの死をですね痛む心はどこかに吹き飛んでしまってそれどころかかえってそれを貶としめようとするような雰囲気すらあることに本当に 悲しみを禁じ得ません。とりわけですね、私が本当にこれ深刻だなと思っていることは、40も過ぎて、大の大人が、母親のせいとか、家庭環境のせいで、その腹いせで、強硬に走るような人間を擁護するって、今どんどん、 除名運動が広が広ってるって何を考えてるんだろうと。私は改めて、真理を知らないということはいかに恐ろしいことかということを痛恨の極みとして感じております。その真理とは何か。それは本日のテキスト、生活読本、75ページにございます。 自分の運命は自分で作る。この真理でございます。我々は自分で <coughs> 我々の前途の運命を作るのです。運命というのは運が良くて回ってくる天からの命令というようなものではなくて我々の心でどうにでもなるものなのです。 我々の心で常に思っている通りに世界は運転してくるのです。世界の運転の仕様を自分の思い通りにしているのが人間なのです。だから人間は運命の主人公であって人間は運命の奴隷ではありません。親の奴隷、家庭環境の奴隷ではないんですよ。 運命の主人公は自分であるということですね。もう一つ、申し上げてのこの8月号、お持ちの方はですね、38ページにこういう、一日一緒の中にこういうことを書かせてもらったんですね。元暴走族だった大相撲の千代大会。 初優勝した時大分駅から県庁まで優勝パレードが行われましたその時千代大海が言ったのが次の言葉です昔暴走族をしおった時には白バイとパトカーが後ろから追いかけてきたのに今では白バイが私の前を先導していると。 パトカーに追いかけられるような人生であってもパトカーが先導してくれる人生に変わる運命はどんな環境からでも変わるということですよこれが真理なんですよ山上坊青年はこの真理を知らなかったということです本当にここのの真理をを知らせることの大切さを 私は本当に今感じておりますさて今安倍元首相の功績をたたえてさまざまな月刊誌がその特集を編んでおりますその中で私の目に留まったのが「文藝春秋」の9月号でございまして、えー、この中にですね「甥っ子の棋士」 信千代さんの叔父心臓の石を継ぐという文章がありますで素晴らしい文章ですで、そのこの文章の最後のところだけをね、ちょっと読ませてもらいたいんですけど叔父が亡くなり誰が後継者になる,のがなるのかが取り沙汰されているのは周知承知しています秋江さんだけでなく私にも注目が集まってしまっていると 一部報道で聞きますが、現時点でまだ何も決まっておらず、お答えできることはありません。ただ、一つ言えるのは、岸家と安倍家の血脈、そして志半ばで亡くなった新蔵さんの意思は、私たち、次の世代へ必ず、 受け継がれていくということです。政界に入ってからも、やはり私の心を鼓舞するのは、新蔵さんの言葉でした。政治の世界に入るなら、しっかり覚悟を持て。覚悟という言葉には、波乱万丈な政治家人生の苦労が染み出ていました。 叔父は2007年に潰瘍性大腸炎により首相退陣を余儀なくされた叔父の悔しさを想像する「だ」に胸が締めつかれる思いでしたその後叔父は政治家として奮起し2度目の総裁選に打って出ましたそして見事に勝利し憲政史上最長の政権を築き上げた そこにはは政治家安倍晋三の凄まじい執念と覚悟があったはずですそんな叔父の姿を胸に私は岸家安倍家の血脈を受け継ぐ人間として今後の人生を精進したいと考えていますこの中に「覚悟」という言葉が出てまいります。 一体安倍元首相を支えたこの覚悟って一体何だったんだろうということを思いましたときにそれは靖国神社に眠る五国の英霊それが安倍元首相の覚悟を支えていたのではないのかなということを思います今靖国神社の優秀感 出口に安倍元首相を追悼するコーナーが設けられています。そこに展示されているもの。ずっとこれまで安倍元首相がどれだけ靖国神社に詣出たかの記録がずっと展示されている。平成14年内閣官房副長官の時詣出られてその時は 優秀感もちゃんと見てらっしゃる。そして、ずっとですね、毎年のように靖国神社に安倍元氏はもう出てらっしゃる。令和3年、去年は8月15日、参拝されている記録があります。そしてその展示コーナーに、 靖国神社で安倍元首相が記号されたのがこの言葉です。感謝と。これも展示されています。これを見ましたときに、安倍元首相は、五国の英霊に、本当に心から尊敬の念を抱き、その御霊様の 見守りあっての、この日本があるんだと。そして、この靖国の五国の英霊の精神を何としても公正に伝えなければいけない。それが安倍元首相を支えた覚悟ではなかったかと思います。そうでなければ、これまで参拝しないし、 感謝という言葉を記号されるわけがないと私は思います。それでは、靖国神社に眠る母国の英霊の精神とは何か。それが、今回のテキスト、真理第四巻青年編。この 322ページ戦争犠牲者の家族を持つ人々へというところ、ちょっと読ませていただきます。すべての人の運命は、自己が内心に深く濃い願ったものの実現でありますが、輝く悲惨な死を遂げた殉教者の運命もまた、自己選択されたものであります。 私は安倍元首相は殉教されたんだと思っています。で、谷先生はですね、そういう死を自分で選んだんだと。殉教者の死というのは自己選択なんだと。自分で選ぶんだと。そういう運命を。いろいろの 霊界通信や教えに準じた人々の業績をたどってみますと、殉教者たちは殉教の苦痛を耐え忍ぶという尊き荘厳な目的のために地上に生まれきたったところの意図高き優れたる魂であるのであります。彼らはある理想を描く そして、その理想に準ずるという、荘厳なる行事によって、一躍、昇入して、例の世界における最後の段階に達せんがために、しばらくこの世に生まれきたった魂であります。私はこういう人たちを戦争中、多くの特攻隊の青年に見たのでありますと。 特攻隊の英霊はあの時代を選んだんですよ。自分のこの魂があの大東亜戦争という時代を20年、30年の短い人生で終わることを覚悟の上でその時代を選んで生まれてくる自己選択された魂であるとそこにかけるだけの理想があったからだと谷口先生はおっしゃるわけです。 では、その理想とは何だったのかということが、同じく真理第4巻79ページに示されています。79ページの5行目から読んでまいります。日本は大東亜民族の解放の騎士を掲げて戦ったのである。なぜ青年が 順次でいけたかそれは大統領は民族を解放するという聖なる理想があったからなんだ。そして日本は侵略国としていろいろの汚辱をこむったけれどもそれはあたかもキリストが十字架に釘付つけられたのと同じことである。 人を救いて自らを救い得ざる者よという当時のユダヤ人は十字架のキリストを嘲笑したけれどもこのお直ある刑罰の中に彼は全人類を解放したのであるそれと同じく日本は侵略国という汚名のもとに侮辱され 戦争犯罪人と称して裁判にかけられ、上着を奪われて十字架上に登ったキリストのように、領土の十分の四を奪われたけれども、その犠牲によって東洋民族は事故の内部に西洋民族と同様に尊ぶべき人権が尊く尊ぶべき 神聖が宿っていることを自覚することを得たのである。それまでは多くの東洋民族は自らの無自覚によって事情自爆していたために白粛民族の支配下に土地はその植民地となり人間は奴隷のごとき生活を送っていたのである。日本の結起のために多くの 東洋民族は目覚めた。西洋民族と同じように、彼らも神が平等に作った神の子であり、何でもできるぞ、という自覚を得たのだ。確定東洋民族は続々として白色民族の漆黒から解放されて独立したのである。この 大東亜民族の解放という理想に、その時代を選んで生まれ変わってきた御霊が五国の英霊であります。その五国の英霊の名誉を回復、なんとしてもしなければいけない。これが安倍元首相の一つの覚悟を支えたのではないかと、私は確信しております。 さて、ご存知のように、9月27日、安倍元首相の国葬が取り行われます。で、ご存知のように、国葬反対の声がどん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 上げられて、そして、その、 中身を貶としめようとするそういう動きすらあるなぜこんなような状態になったか答えは一つですそれは岸田,元岸田首相がなぜ国葬なのかは言わないからですだから僭越ながら 私が言います。なぜ、安倍元首相、国葬でなければいけないか。国葬とは何でしょうか。私は、こう定義します。国葬とは、その人の思想が、考え方が、 その時代を作る言葉となるそれが国葬の定義だと思っています戦後最初の国葬は吉田茂ではございました国葬になったことによって吉田独取という言葉が時代を作る言葉となりました国葬になったからですこれは 現に戦後の政治史において吉田ドクトリンという言葉が出てきますもう言葉になってますでは吉田ドクトリンとは一体何なのか簡単に言うと経武装経済市場主義ということですとにかく国家の安全保障はアメリカに恩分に抱っこにして 経済成長のみに国力を注い込む。これが吉田独取トです。だから、政治的リスクを伴う憲法改正なんか、こんなやってるエネルギーなんかない。後回し後回し。それが吉田独取トです。 確かに、この、吉田ドクトリンは、大東亜戦争の未曾有の敗北、全国が衝突と化した、あの現状を真の当にすれば、当時としては、それもまた、やむを得ない選択であったと。 私も思います実際、この吉田ドクトリンによって、皆様ご存じのように、世界も驚くような奇跡的な復興を遂げて、アメリカにすぐ第2位の GNP 大国になったわけです。この評価が 吉田資源の国葬なんですよ。しかし、その吉田独取トの結果、一体何が生まれてしまったのか。ご存知のように、中国、北朝鮮、韓国から言われれば、 すみません、すみません、謝罪外交。経済成長のためには、そういう国の誇りも捨てる。国家のことなんかどうでもいい。ただ、儲かればいいんだ。そういう人間を どん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 生み出しそして外国から攻めてこられたらその時は逃げればいいんだといやすぐ降伏して命あってるものだね降伏すればいいんだとそういう考え方がどん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 広がっていったわけですこの吉田ドクトリンが生み出したこのような誇りなき 祖国愛なき経済成長のみを目指す。このあり方に最も危惧を抱いていたのは、他ならぬその経済成長を支えた当時の企業人なんですよ。例えばその一人。 本田総一郎は、自らの著書、絵手に法をあげてという本がありますが、その中でこういうことを書いたんですよ。いつだったか、あるテレビ番組でもし外国の侵略を受けたらあなたはどうするかという応答が放送された。その中である著名な評論家がさも得意げに答えた。 ガンジーのように無抵抗主義で行く。また別の評論家がこう答えた。私は逃げる。私はこの二人の発言を聞いて、腰の抜けるほどびっくりした。これに同意する人もあると聞いて、今度はがっくりしてしまった。右翼侵略に対して、 無抵抗主義というのは、簡単に言えば、生きる権利を捨てることと同じである。また、逃げるに至っては、返す言葉もない。一体どこへ、どうやって逃げるというのだ。ボートにでも乗って、湖の対岸にでもこぎつけば、そこに平和で安全な人としての誇りを持って生きられる。 ユートピアが待ち受けているとでも思っているのかと、これよし、本田総一の言葉ですよ、戦前のあの厳しい世界状況を目の当たりしてきた当時の経済人には、この吉田ドクトリンだけではだめだと、これで日本は持たない、国に日本は持たないと分かってたんですよ。当時のね経済人は 経済成長を支えたけれども、その一歩で祖国への思いがあった。その祖国への思いを吉田ドクトリンは潰したんですよ。吉田茂も後に言いましたね。自分の選択は間違ったと。 憲法改正をやっとくべきだったって言いましたよ。でも時すでに遅し、吉田ドクトリンのあまりの成功で経済総長に移つ,つ抜かして国家の誇りを取り戻すということはもう忘れされてしまっていたんです。この吉田ドクトリンの限界、これを まざまざと痛感していたのが安倍元首相だったんです。だから私は安倍元首相の国葬が行われるということはそうです。今度は安倍ドクトリンが世界を日本を作る言葉になります。それが国葬の意味なんです。国葬になったらその人の思想が 考え方が時代を作る言葉になるという定義はそういうことです。安倍ドクトリン。これがこれからの時代か必ずなります。じゃあ、安倍ドクトリンとは一体何なのか。それは、戦後レジームからの脱却と、安倍元氏は言った言葉です。 戦後レジーム、これが吉田ドクトリンなんですよ。私に言わせれば、吉田ドクトリンからの脱却、これを宣言したのが安倍元首相なんですよ。 この安倍・ドクトリンがすでに息づいているということ、私は感じています。今年8月6日、9日、15日、原爆投,投下された日、長崎。 広島原爆、長崎原爆、そして8月15日、いわゆる終戦記念日。この時に、岸田首相のコメントは、安倍元首相のコメント、なぞるものでした。だから、朝日新聞は叩いた。加害者としての責任を書いてないって。アジアに対して侵略した加害者の、そこの責任がな,ないじゃないかと。と あの悲惨な戦争を起こした反省文がないじゃないかそういうことを朝日新聞叩いたでしょ岸田元首相のコメントに。安倍元首相は意識的にそこを変えたんですよ。これが安倍ドクトリンです。を安倍ドクトリンに乗っかって、私は本当に運命のいたずらかなと思うんですけど、 この吉田ドクトリン、吉田首相の考え方を派閥が宏池会ですよ。その宏池会の今から出てるのが岸田首相でしょ。その岸田首相が安倍元首相の国葬を決めた。いわゆる吉田ドクトリンから安倍ドクトリンに時代を変える。 その決断をしたということですよ。高知会出身の岸田首相がね。そして岸田首相は安倍元首相のコメント通り、今、今年発表しましたね。あれを見たときに、あ、安倍ドクトリンで行くんだと。私確信しました。朝日新聞が叩いても叩いても、この流れ変わらない。もう一つ言いましょうか。それはね、韓国からいろんなこと言われてもね、 もう絶対に謝罪はしませんよ、日本は。それが安倍・ドクトリンだからです。二度と、安倍元首相言いましたね、もうお詫びする、過ちする、こんなことを後世の子供たちにさせちゃいけないって、ここで終始打つと、これが安倍・ドクトリンなんですよ。 皆さんね今、あまり分からないかもしれないけれども国葬になった瞬間から安倍ドクトリンというこの言葉の意味をねもっともっと時代を作った言葉として私たちが伝えなきゃいけないんですよ。それではこの 安倍ドクトリンの精神を支えているものを申し上げておきたいと思いますそれは去る7月21日自民党安倍派政和会の総会が行われました この清和会に安倍昭恵夫人が特別に参加なさいまして冒頭、清和会のこの会合で挨拶をされたどういう挨拶だったか紹介させてもらいます。 6月26日、私は柏原神宮にもし出ましたと。昭恵夫人は柏原神社に参られておったんですね。そして、主人が亡くなったのが柏原の病院でしたと。何かの 縁を感じないではいられません。生前、主人がよく言っていたことがあります。一つ、誇りある日本にすること。二つ、子供たちが日本に生まれてよかったと言える国にすること。三つ、世界で最も 輝く日本にすること主人のこの思いを受け止めて素晴らしい日本の国づくりにご尽力くださいと私はこのご挨拶を 知らされたときに大変心打たれました。昭恵夫人との間に日頃からこういう話をされていたんだと。安倍ドクトリンとはこの3つなんですよ。誇りある日本にすること。子供たちに。 日本に生まれてよかったと言えるような国にするということ、だから安倍首相はもう二度と謝罪する、謝る、こんなことを子供にさせちゃいけないって言ったんですよ。だからもう二度とね、中国、韓国、北朝鮮にね、お詫びするような、そんな無様なね、外交にはなりませんよ。従軍慰安婦いわゆる従軍慰安婦あるいは 強制労働の問題とか、いくら言ってきても、いや、謝ってくれたらいいんだ、何度も言うでしょ。それを引き出したいんですよ、向こうは。そのネタに使いたいんです。それは別に絶対ありえない。それが安倍ドクトリンなんですよ。私、本当にこのね、国葬になることによって、この安倍ドクトリンがこれから日本を作る。 これを信じてます。そして、誇りある日本にするということを考えたときに、私は、貸し払ということがこれからのキーワードになると思っています。なぜ、 安倍昭恵夫人が貸し払うということを強調されたのかということ、すっごく大事だと思ってます、そこに何か縁を感じる、つまり、日本の誇り、日本の国づくりの原点は貸し払うにあると。 そこで安倍元氏が亡くなったということの意味がずっと語り継がれる。第二青年の章読ませていただきました。谷木先生がこう書いてらっしゃいますね。266ページのところなんですけど、諸君は神武天皇建国の 日本国に生まれたることを誇りとし、喜びとし、この誇りと喜びと、若き人たちに分かち、紫孫々に伝えることを名誉ある使命とするのであると。安倍元首相は、日本に生まれてよかったと言える子どもたちが、そういう国づくりをするんだということを言われたけども、じゃあ、日本に生まれてよかったという原点は何か。 この日本という国は人武天皇建国の国なんだとここにしかないんですよこの国に生まれた喜び誇り柏というところが本当にこれから大事な言葉になる諸君は天尊気候補の 彦法二二義の御事の天下りましており、神武天皇に至るまで、古き伝統を持て建てられたる、日本国に生まれたることを誇りとし、喜びとし、この誇りと喜びとを若き人たちに分かち、死死孫孫に伝えることを使命とするのであると。日本という国がどういう国であるか、 どういうい神様の言葉で生まれた国かそこにどんな願いが込められているのかその一つ一つを子供たちに伝え抜くことこれが使命なんだと諸君は核のごとき尊き伝承を受け継ぎきたった日本民族の一員として 生まれきたったことを誇りとし、喜びとし、この誇りと喜びとを若き人たちに分かち、死死孫孫に伝えることを、名誉ある使命とするのであると。第二青年の書というのは、このような本子の青年への期待、使命喚起するような精神で貫かれた ご本でございます、ね、ご存じように、この第二青年の書は絶版されているわけです。谷口先生、ここまでこれからの青年に願われたことを今の成長の教団は絶版にして伝えない。柏の意味も分かんなくなるでしょう。それでは。先ほど、 今年の夏の練生会の子どもたちの青春練生会の話をですね皆さんに見て聞いていただきました本当に嬉しいですねあ,あ大丈夫だこの子たちが明日の日本を支えてくれるこの子どもたちにいかにこの谷先生の思いを伝えていくか それが私たちの使命ですね。何が一番嬉しかったか、子どもたちの中から、谷口正先生学ぶ会の講師になりたいか <laughs> いやーこ、こういう子どもたちがね、あこんな先生になりたい学校の先生じゃないんですよ。学ぶ会の先生になりたいって言うんですよ。 なぜでしょうかこの違いは私は思うんですよ。本当の喜びがあるんですよみんなね、好き見たらね、びっくりしますよ。自己限定にね、心を惹かれたって言うんですよ。自分で自己限定していたって。劣等感。 小学生とかが自己限定とかに驚くべきことで思いません。小学生の時期に自己限定していた僕はって。自分で一番ダメだ。やっぱりね、思ってるものがあるんですよ。それが今回本当に衝撃だった。そのようにね、こう。 子供たちがなってる。そういう中でね、私ども谷口正銭学部会の青少年年生かね、神の子で素晴らしい天皇国日本に生まれたね、素晴らしく眠れてね、嬉しいという気持ちが吹き上がってくる。これがね、自己限定、劣等感を、ね、吹き飛ばす原点なんですよ。それを持ってるのがね、 谷口澤瀬学ぶ会であるということをです、ね、私はね本当に今日育成部のみんなの、ね、発表を聞きながら確信したし本当にうれしくございましたねそしてその次にね木下さんからの私、本当に今日話聞いてねあの金髪のお母さん「てめえありがとうございます」<laughs> <laughs> こういうお母さんが出てくるいるんですよ。 実際そうですよね。その金髪の金キラのてめって張り飛ばすようなお母さんがガラッと変わるんですよ、皆さん。谷先生の教えで。ここにね、希望があるじゃないですか。何より大事なのはね、私は希望の光だと思う。私は今回のこの 喜びのね、検診会で育成部の発表で、木下講師の発表聞きながらね、本当に嬉しかった。谷口正雄先生学ぶ会のね、本当に前党はね、希望にあふれてる、大丈夫だその確信をね、得ることができて大変嬉しくございました。そそしてうういう若き 子供たちに若い金髪のお母さん、ママ、母に、この天皇国日本の素晴らしさをどう伝えていくか。これがね、今後の私たちのね、使命ですよ。それがね、安倍元首相のご意志なんだと。だから、柏原で亡くなったんですよ。これをね、私は自分のここに刻みつけて、 これからの講師活動の中でね、このことの意味を伝えていく、それは谷口勝先生のこの建国の理想、古事記日本書記で、じ然となぜ解かれたのか、最近、限りなく日本、アイスをですね、読ませていただいて、 なぜイエス・キリストが「新約だけでいいのに「旧約をも大切にするようにしたか「旧約というのはそうですユダヤ教の聖典なんですなぜユダヤ教の聖典を「新約だけでもいいじゃないかとキリストイエス様の「旧約まで なぜ、イエス様を大事にするようにされたか。何と書いてあったと思います。それは、旧約には、創世記があるからであると。国づくりが、どうやって国づくりができたか、こういうものがない宗教は、 本当の宗教になり得ないんだと。この世の成り立ち、それが創世記にはある。そしてその創世記に書かれていることが、古事記に同じように書いてある。だから、創世記と古事記とは同じなんですよ、谷野先生。そのことが書いてあります。私は本当に感動しました。 キリスト社が、創世紀を学ぶように、成長年の信徒は、谷口正の先生の教えを学ぶのは、少なくとも、古事記を国の生まれ、そこをしっかりと、そして学び、そしてその流れが、柏原宮での建国の理想につながる。この建国の歴史、 国、海から、地球誕生から、国、海から、そして大罪の天皇につながっていく、この歴史、壮大な神々の物語。これを持っているのが、谷口哲学です。これが成長年の信仰の核です。それは柏原にあります。これを伝え残すことが、私どもの誇りであり、使命である。その喜びでいっぱいでございます。 最後に9月27日この日に国葬を行えることも決して偶然ではない大調和の神事が甘くだった日でありそして昭和20年9月27日は昭和天皇様が マッカーサーサと会見された日でございます今度連政会の報告書羽ばたけっていうのを見させてもらいましたら子どもたちが昭和天皇が「マッカーサー減衰」とあって自分の身はどうなってもいいから国民を助けてほしいって話を聞いて僕は感動した 僕にはでできないいけれどて書,いて,て, <laughs> 書いてたんですよ私は本当にそれを読んでもおほ笑ましいというか感動しましたあの幼い魂に昭和天皇様のあのお心が伝わるんですよどうしてこういうことを戦後教育やられないできたのか私たちのね使命があります9月27日はそういう日ですそして もう一つこの9月27日に谷口正先生学ぶ会も生まれました創立記念日でございますなんか安倍元首相の国葬大調和の真実が幕立った日昭和天皇様の身を捨てての国を救うお祈りそして私どもの創立これが重なった9月27日ぜひ素晴らしい意義ある日として 皆様の元でもですね安倍元首相に慰霊と感謝の請求独自でもその日にしていただければ大変ありがたいと思う次第でございます以上をもって私の講話に返させていただきますご清聴ありがとうございました